皆さんこんにちは、レックス任講師の根本です。ここではレックの全国実力判定模試、そちらを受けられた方に学習のアドバイスをさせてください。具体的には何が足りないのかというようなアドバイスをしていこうと思います。でこちらですが、おそらくこの模試基準点は午前がだいたい二十七、午後はおそらく二十五ぐらいじゃないかと思います。 若干誤差があるかもしれませんが一応これを基準に説明いたします受けられた方この点数までまずいったでしょうかいくつか分類していきます基準点までいかなかったといかなくてなおかつ10問いかないちょっと10問近く差がついちゃってると,という方といやそれまでいかないんだけど届かなかったよと,という方また最後届いてはいるんだけど結局最後総合勝負 その総合勝負で勝てるほどの上乗せは取れなかったと。そういう方にちょっと分けてアドバイスしていこうと思います。まず10問以上足りないという方。基本的にこの模試の復習はあまりやらない。やる内容は自分が丸だと思ったのに、確実に丸だと思ったのに間違った。もしくは この論点はわかるんだけど結論を忘れたと。そういったものだけにしてください。知識の間違いの確認と抜けの確認、それだけやってください。少なくとも見たこともない、検討もしてない、そういう足の復習はやらないでください。それをやるぐらいであれば、自分の基礎的な学習、そっちに重視をしてください。ですから、10問以上差があったとしても、模試の復習はその日までに終わらせてください。 その上で普段の学習どんなことをしていけばいいかとまずは主要科目二重丸のミスを防ぐでどういったことが効くかっていうと結構多いのは民法覚える作業なんです。基準点に行かないでしかも結構点数が離れている方民法をどうしても理解だけで押し切ろうとする理解すれば頭に残るんだという幻想を抱きたくなる。 でもできる人は結局暗記作業はやってるんですこの暗記作業というのをしないからどうしても民法の点数は頭打ちになるんですやりたくないのは分かりますが暗記作業を取り入れてください次に会社法会社法については2つパターンがあり得ます1つは知識これがまだまだ入ってないでもう1つは 知識はあるんだけど、当てはめで弱い。知識がないっていうんだったら作業は暗記です。一方、当てはめで弱いっていうんだったら問題演習です。なので、それはご自身のミスったところ、それがどっちなのかを判断して、勉強の方向性を決めてください。次、不等法。もうこれは、 え基準点10問以上差がついている方はとにかく過去問です過去問までやれば二0丸のものはほぼいけるはずなんですなのでまだ過去問の演習が足りないでどれだけ過去問をやればいいかっていうのはいろんなガイダンスで言っていますある程度絞っていくのはいいのかもしれませんでも全く触れないのはなしです最終的に5年分10年分に絞って繰り返す はいいとしても平成五年の問題は全くやってないとかいうこと状態はやめてください午後は量で決まります次小党法小党法なんだけどこういうのっている株式資本役員この分野いわゆる記述でよく解くところここってあんまり卓一対策いらないんですよ むしろこれ以外は卓一対策読んで暗記する読んで暗記するって作業がいるんですこの分野本番でも5問近く出るんですこれ以外が5問近く出るでそれをやってないだから23問で頭打ちになる当たり前ですなのでこういったところの勉強をやっていってくださいでは次に基準点までいかなかったけどまあそんなに差はついてない もしくはこれは上積みが足りないかなという方やっぱり当連の復習もその日まででやる作業としてはまずはボンミスの確認なんだよこのミスはとといったボンミスの確認でボンミスを見つけたら思いっきり後悔してくださいなんでこんなことをしたんだと思いっきり後悔してくださいでその後悔が強ければ強いほど頭に残りますそしてもう一つが密室の知識 検討していなかった、でも判例になっているじゃあそれは覚えていきましょうそれがもし覚えていればその足を軸として答えが出せたかのこともありますこのレベルの方がやることっていうのが基本の充実じゃないんです基本をいくら充実させたって20丸以上はいかないんです法的思考力をつけて取りたい 聞こえはいいですがやってることは博打判例知ってる人と博打だったら知ってる人が勝つに決まってるんです。とにかくまだ出てない知識をちゃんと上乗せしていくことこれを意識してください。でこれが上乗せまでいっぱいちゃんと言っていくんなったらその場合はもう基本論点の充実そっちに走っても構わないと思います。 で具体的な作業としてはこちら「二重丸」「丸三角」の問題の丸「丸丸についてテキストまで周辺部分をちゃんと読んでいく今回の模試に出ている丸のものについて知らないものはテキストで見ていく、はい、でまた「東連ベース」「東連ベース」の演習をしていくとかまだ出てないところをちゃんと読んでいくこういうことでミスの論点を増やしていきましょう。 そしてこのレベルの方へしっかり見てほしいのはマイナー科目ですでマイナーの二重丸部分のミスそれがあるかなんですむしろねこっちを優先してほしいです密室の丸を取るよりもマイナーの二重丸を取る方がはるかに簡単ですなんでまずこれを優先してやって上積みを増やしていきましょう ではこれからは丸と三角の問題について説明していきます具体的に言いますと解説冊子にこういうものがあると思いますレックの回答解説冊子では1問ごと絶対取れなきゃいけない問題二重丸合否を分けるレベルのもの丸まあこれは取れないよねという問題三角というように分けています二重丸については基本知識もしくは過去問知識だけでいきます 一方、丸や三角は、ある程度の推測力などが必要になります。丸や三角について、どうすれば取れていたのか、どういう知識がえ、どういった能力、どういった指針が必要だったかといったこと、絶対ではありません。私の考える、こうすればよかったんじゃないかとっいったものをね、出していきたいと思います。お手元の方、問題の方あるでしょうか。 こちらの問題の方をね、使っていきたいと思いますので、問題の方を見ていってください。まず第一問ご覧ください。第一問、結局憲法に反するかどうかという話です。で知らないものが出た場合、基本的には国のやっている行為は憲法に反しないんです。憲法に反するんであれば、今までの皆さんの学習で出てきてるはずなんです。大体は国がやる行為は憲法に反しない。そういう観点でいくとある程度切れます。あの、今回の足のいいは、 賭博行為と言ってますからこれは個人が行う賭博行為ねこれが憲法に反するかどうかと福祉・公共の福祉に反するかって議論なんで「い」だけ要注意ってぐらいでしょうで次第2問第2問は過去問で「あ」「え」「お」ただもう気になる過去問は「あ」ですこの「あ」の28年の過去問をやっているか憲法も過去問の繰り返しが多くなっています本番までには何回かはやるべきです 次、第3問。第3問。確かに密室ですが、どのテキストにも載っている超有名な推論題材です。で、ここに載っている五足。五足は全部言えてもいいレベルです。憲法の推論。考えてできるとは思わないでください。学説を覚えて吐き出す。そっちの方が確実です。はい。で、次が、 第8問。で、この第8問は、足のう、鉄板足の過去問。これを判断した上で、あとは、赤、おの判断。赤、おの判断になります。で、あのところ、過去問のアレンジをちゃんとできたかえ、これ過去問の検討をしていて、そのアレンジをかけられたかできたか、そこで勝負が分かれたんじゃないかなと思います。第9問。 で第9問は、いとうの基本の足。いとうの基本の足が分かれば、あとは、赤、え、えと、おとなって、赤、おの勝負になります。で、ここは、種子からおで切っちゃう。種子からおで切っちゃうか、あの古い過去問を知ってるかです。古い過去問、やる必要があるかないかって言ったら、必須じゃありません。でも、どんな題材が過去に出ているか、 それぐらいを軽く見ておくっていうのもいいのかもしれません。はい。では次の方に行きまして、今度は15問目ですね。15問。15問は、こちら、あの基本足。これが分かれば、あとい、あとおと二択に行きます。で、そうすると、あとは知ってる人はいいんですが、知らなかった方は、単独行為という言葉で押し切るしかありません。 単独行為なんだから、どっか一つにやれば全部に効力が生じる。もしくは単独行為なんだから、他人様の OK なんているわけないよねと。そういった観点で切った方が良かったと思います。18問目。18問目。過去問足のあ。もうこれは一番よく出る使用対策の過去問です。どちらも決めなかった場合はいつでも請求ができる。 でその上でもう一つ切れ,た切れてほしいのはうです。う。えこちらいわゆる注意義務というのは他人のものを持っている時に課せられるのが注意義務です。自分のものには注意義務は課せられません。賃貸借物を借りました所有物にはならないね。お隣さんからみそ5キロ借りました食べました所有権は自分のとこに来てますね。だだかからら所有権が自分にあるんだから 注意義務課せられるわけがないんですはいでは続いて今度は24問。24問はもうぶまずね平成2年の過去問をやっているか、もうそこで決まってしまいます。平成2年の過去問をやっていればほぼ即答になります。ただ、これをやってなかった場合は不作為犯 不則性不作違反の要件をちゃんと覚えていてそれを当てはめるということ覚えてなかった方は今回を機に覚えてくださいで覚えてないようにできなかった人は当てはめ能力そこで勝負が決まりますぜひね一個一個要件3つ当てはめてみてくださいはいで次が29 29で,29ですがえっと「い」「い」はまあ相当基本の足だと思いますそうすると「い」が切れればあとは「245」「245」となりますでまず絵の知識絵は記述の知識からいかないかなえこんな通知まあ多分えこんな通知あったっけなとかね お「お」は買い取り請求権の会社法の過去問そこの丸ツだけ覚えるんじゃなくて根拠までちゃんと追っかけていけばできるはずですあどんなテキストにも載っているんだけど一問ズバリは出たことがないい,つまでいえ無効証はいつまでできるかというやつですなんで「あ」で判断できなかった方は問題ベースに走りがちになってるだからたまにはテキストなどを見て図表などを覚えた方がいいんじゃないかと思います では次32問32問ですがここはあの足あの足これをね内容を考えればなんとかいけなさんです設立無効ってことは今までやっていた会社がなくなるんですよね権利や義務やそういったものをこされた会社がなくなるってことは権利義務をゼロにしなくちゃいけない だから生産がいるんだなとちょっときついけどこういった推測が必要ですまたもう一個「なんで自己株取得ができないか金を払うからダメなんですよねだったら払わなきゃいいだろうとそういった趣旨から持っていくことが要求された足です次34 で、34ですがえ、こちら、あ、あは記述の知識からいけるはずです。記述の知識で、ね、資本金の額が会社及び計算規則に計上したことを承する書面、それがいるかいらないか、その理由付けになっています。元と資本金が同じだよと。元と資本金が同じだよと。だから元の資本金が分かる場合は付けなくていいけど、元の資本金が登記帽上分からない場合は付けるんだと。あとは、うとえ。 うとえは特殊決議になる条件。消滅会社等で特殊決議になる要件をしっかり覚えている。そしてどういう場面かも分かっていて、あとは当てはめ力です。文章が長いので粉でパン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 読んでしまってミスるという可能性は極めて高い足です。35問。 35問ですが、絶対、うは切れてほしい。裁判所、裁判外、全部できるというウを切った上で、あとは、うとえ、うとおの2択。で、エは多分、知らない人は何にも分かんないと思います。一方、オです。オは、このね、権限がないことを知っている場合であっても、このあたりで、なんかこれはだめだろうなと。 これががななんとととく、ね、推測ででできてししいこころす。す。イメージけけば、おはなんとかですこの小行為というのは慣れ親しむことはなかなか難しいかもしれませんがものによってはすごくイメージが持ちやすい条文もあります知らないものがあった場合どんな状況なのかなっていうことを考えてみることをお勧めします では次、午後科目に参りましょう。午後科目、1問目を見てください。で、これは、あの基本知識で×が切れれば、あとは、あと、いと、あと、えに追い込めます。で、いですが、こちら、訴訟継続の意味が分かっているかなんです。訴訟継続。 向こうに訴状が送られる、被告に訴状が送られれば訴状継続となる。訴状継続になったら何ができるんだっけなってことができれば分かったんです。もっと言ってしまえば、回答解説冊子の8ページ、回答解説冊子の8ページ、こういった図でちゃんと理解をしていればできたところです。問題ベース、問題しか解かないとなるとちょっときついかなという足です。次、第2問。 第2問ですが、うの足。うのね、基本足を切る。で、そうすると、あとは、あとうと、うとおの二択まで行く。できれば切ってほしいのは、おかな。えっと、債権者代と二重基礎の判例がありますよね。で、あれって、当事者が違うのに、なんで二重基礎になるんですか規範力が被るから二重基礎になりますよね。ここも、こちら。 宝石を所持しているものってあるでしょ仏の所持者には規範力がいきますよねそこから規範力のかぶりが起きるんじゃないかと推測してほしいとこでした、はい、では他の方に行きますと次がえっとね第6問これはきつかったと思います えというのは、まず、あは切れるんです。あは切れると、あとはね、あといとあとえになるんですよ。民祖と同じかどうかって観点でいくと、えは切れるんだけど、むしろいが民祖と違うんですよ。なので、もうこれは多くの方が博打になったと思います。なんで、これは取れないと思うし、なんとか、ね、間違えた方はね、今回のいの知識から、いの知識、解説を見て、 民んとと何で違うのかということを考えてみてください。はい、で次なんですが、今度は第10問です。で第10問ですが、絵の足、絵の足の×、これを切った上で、あとは「あ」と「え」、「う」と「え」に追い込む。であは 執行供託執行供託の流れが想像できればいける一方、う一方、うですがこちら還付、えー、請,請求権を譲渡すれば売った人は債務者に通知をする債務者は誰かというと供託どころですつまり、供託どころは誰が今還付請求権を持っているかが分かる。 それが分かっていけば、多分これ罰だろうなというふうにいけたと思います。還付請求権の譲渡のイメージを持てていたかどうかです。十一問。十一問は、もう結局いとおの罰で答えがいくんですが。オがちゃんと分かったかなんです。オは主語が供託者です。 供託者が閲覧をすれば供託者が持っている取り戻し請求権は時効中断しますね。ですが取り戻しが時効中断しても還付に影響がない。この論点を閲覧が時効中断するっていう論点と分かって思った人はやられます。この論点は取り戻しと還付は別個独立なんだと。その観点で解く問題だったんです。 12問目に行ってくださいで,12問目でここですが「う」の足「う」は多分そうだろうなって感じで切れると思うんですでそうするとあとは「あとうと」いと「う」あと,うと「い」と「う」「あ」と「う」と「い」と「う」になりますで,できれば「あ」で切ってほしかった一貫申請の論点で「抵当付きと抵当なしは1枚で移転ができないよね」と。 その知識の応用で「あ」をなんとかしてほしかったところです、はい、で続きましては18問目18問目で18問目は「い」の過去問「い」の過去問をできるそして「お」をなんとか推測する多分そうだろうなと。 するとあとう、あとへの二択までいきます。あとうとあとへの二択までいきます。で、う、遺産分割の審判がされてるってことは、もうそこで遺産分割が終わってる。しかも審判です。審判を当事者の中でひっくり返すことができるか当事者の合意でひっくり返すことは多分できないだろうなと。はい、また、え。えですが、相続登記が入った後遺産分割。 だったら原因は遺産分割で移転だよなとそんな感じで切れるんじゃないかと思いますはいで次ですが23問目かな23問目ですが「う」と「え」の過去問う」右と「え」の過去問が分かれば足一に 2, 2択まで追い込めます で、イノワ名義は変わるかもしれないけど、親子で取引しているわけじゃない。親子で取引しているわけじゃない。と考えれば、利益相反じゃないだろうなっていうのが推測できるんじゃないかと思います。24問目。24問目ですが、青初見でいきなりバスと言えるっていうのはなかなか難しいと思います。特に仮登記となるとね、 なんか怖いなって思うはずなんです。はい、でその場合、絵の罰をちゃんと判断できたか絵の罰えこちらですが、えこちら、抹消登記、抹消登記の前提の名変がいる、いらないという論点ですが、いらないのは義務者側ですよね義務者側だったらいらないいなんですよね。 今回住所が変わっているのは義務者の義務者のいいではなく義務者のいいではなくでです権利者側です権利者側が変わっているんだから名変の省略はできませんでここが分かると絵の足さえ切れればあとは「あ」と「え」「い」と「え」の二択赤「あかい」の二択になりますここで「あ」がね多分違うだろうなというところで、ね「あ」を切るんじゃないかなと思います もちろんいろんな切り方はあると思いますが、絵を切った上で軸にした方がいいのかなと思います。25 25ですが、えこちらイとウの過去問。イとウの過去問を切れば、あとはあとおとえとお、あとおとえとおの二択に行きます。できれば切りたい足はアです。代理権不消滅。 これは委任状が使い回せるという論点ですよね。そこまで実質が分かっていれば委任状を取り直す必要がないという方まで導けると思います。27これは正直問題ベース特に過去問だけの問題ベースの勉強をしている方は多分手も足も出ないと思います。えっとインプットテキストをしっかり読んでいくとか もしくは、当連問題とかも似ていかないと、もう手も足も出ないというところだと思います。切りたい足は、いとうです。い、どういうものが対象か、どんな権利が対象か。で、う、添付書類として、何がいるか。このあたりはそんなに高度な知識ないんで、このあたりで切ってください。次、30。 えっと、これ、難しい論点が、あと、い。難しい論点が、あと、い。引っ掛けの論点が、うと、お。引っ掛けが、うと、お。なんで、あと、いでなんとかするよりは、うと、おの引っ掛けに行かないようにしてください。商業登記って、知識レベルで難しいものってそんなないんです。そんなにダサいんです。ただ、次に、均一も控えているというところもあって、焦らせて失点させることが多いんです。 ぜひ、この後の当連模試は、受けて誤ったと。えー、しかも、ね、ミ,スミスを起こしたと。読み間違えた。引っかかったと。知識の有無ではなく、引っかかった論点はピックアップして、二度とやらないように意識を強く持ってください。商業登記は引っかけが多いってことね。はい。で、最後が34。 34ですが、あ、い、う。これがちょっとむずめの論点です。だから、このあと、いと、うというのはちょっとスルーした上で、え。あと、いと、うをね、スルーすれば、えのドキソに行けます。で、えのドキソまで行けば、あとは、あと、えと、えと、おの二択まで持ち込めます。そうすれば、あか、おというふうに絞り込んで考えることができるわけです。 で、ここからは結構きついです、えー。私的には、あで切った方がいいかなという感じもします。えー、これ、持ち分会社の決議要件、そこまで手が回ってないかもしれませんが、ぜひこれを機に、企業サイ、えー、持ち分の、えー、決議要件も見ていってください。えー、と、いったところで、えー、ちょっと、ねえー、なんかアドバイスになれば幸いです。以上で私の動画終わりにいたします。最後までご,清ご視聴ありがとうございました。